寂しいとは、あって欲しいものがない、あるべきものがないという不足している感覚です。何かが欠けていると感じるのが寂しいということです。人間は完璧な存在ではないので、必ず何かが欠けています。私たちは不完全な存在なので、常に何かが不足していると感じているのは自然なことです。欲しいものを手に入れる、つまり欠けている部分を埋めると心が満たされます。しかしそのような満足感が永遠に続くことはありません。欲しいものを手に入れたぜという気分の高まりは時間の経過とともにだんだんと静まっていきます。そして高揚感が収まってくるとだんだんと自分が不完全な存在であることを思い出していきます。やった嬉しいぜという興奮が静まると、また自分には何かが不足しているという寂しさを感じるようになります。人間には認められたい、尊敬されたい、愛されたいという欲求があります。完璧ではない私たちは認められたいという欲求を完璧に満たすことはできません。完璧に満たされたという瞬間が来ても、いずれはまた私は十分に尊敬されていないという状態に戻っていきます。どれだけ愛されたいと願っても、私は完全に愛で満たされていますという状態を維持することはできません。私たちは承認欲求を完璧に満たすことができないので、常に寂しさを感じています。そして自分が寂しさに押しつぶされないために、他人からの承認を求めるようになります。寂しさという重圧を押し返すために、他人から認められるための行動を起こすようになります。私たちは寂しいから尊敬されたい、愛されたいと願います。私たちは完璧な存在ではないので、寂しさを感じるのは当たり前のことです。寂しさを感じるのは恥ずかしいことでもダメなことでもありません。私は寂しさを感じていると受け入れることで、そんな寂しい自分を幸せにするためにはどうすればいいかと冷静に考えることができるようになります。弱い人間が寂しくなるんだ、寂しくなるのは恥ずかしいことだ、寂しくなるのはダメなことだと否定することで、寂しさに振り回されるようになります。自分の中に寂しさがあるのに、その感情を無視することで寂しさに動かされている自分に気づくことができなくなります。例えば、そんなことをしてはいけない、お前はこうするべきだと説教ばかりする人がいます。そのような人は認められたいという欲求を満たすために、お前より俺の方が正しいことを知っているというアピールをします。どうだ、俺の方がすごいだろうと見せつけることで、尊敬されたいという欲求を満たそうとします。そのような人は自分は十分に認められていないという寂しさに動かされていることに気づいていません。自分の中にある寂しさを否定しているから、もっと俺を褒めろよ、もっと俺をすごいと思えよと暴走する寂しさに動かされている自分を止めることができません。寂しさを否定している人は、寂しい自分を幸せにするためにはどうすればいいかと考えることができません。なので認められない方法で認められるための努力をしてしまいます。俺の方が上だから俺を尊敬しろというのは、お前は俺より下だと言っているのと同じことです。どうだ、俺の方がすごいだろうとアピールすればするほど、お前は俺より劣っているという感覚を植え付けることになります。そのような劣等感を刷り込んでくる人が尊敬されるわけがありません。私から自信を奪ってくれてありがとうございます、あなたは本当にすごいですね
となるわけがありません。寂しさを感じている自分を受け入れることができない人は、そのことに気づくことができません。だから、顔を合わせれば説教ばかりするという寂しい自分を癒すことがない間違った方法を使い続けることになります。ということで、世の中には説教せずにはいられない状態になっている人がいます。あなたにはそのような人の言葉を真に受けて、劣等感を抱かないように気をつけてほしいと思います。この人は寂しいだけなんだ。この人は寂しさを否定しているから、愛されない方法で愛されようと無駄な努力をしているんだ。この人にダメだと言われるのは、私がダメだからではない、と思っていきましょう。